こんにちは、かくすけです。コミュニティポムやっていきます。前回はあまり覚えていません。何だったかな。まあやりだしたら思い出すでしょう、きっと。思い出した。そうだった。追いかけっこゲームだった。そうだ。どっちだ。確か両方にしたんだっけ。そうだった。今回はひょっとしたらミニゲームだけで終わるかもしれません。あれですね、やっぱりね、ちょっと調べてみたところ、まあ何か分かったというわけではなく、名前がね、追いかけっこゲームっていうことを書いてあっただけなので、つまりね、やっぱ追いかけっこして頑張って捕まえろってことでしょうね、名前的にね。頑張ろう。なんか捕まえられる気がしなかったんだけど、すみませんね、ちょっと操作がおぼついていませんね。頑張ろう。難しいんだよな、あれ。全然追いつかないんだよな。よいしょ。ちょっとね、腕慣らししないとね。そうだよ、あんな難しいのするんだから、ある程度上手くなってないとできないぞ。よし、一番左だったよね。寂しいなんちゅうから見た。はい、寂しいところはいかがですでしたね。ビョンビロロンも連れてきたし、よしよしよし、完璧なメンバーですね。頑張ろう。嫌だな。嫌じゃないけど、大変だぞ、これは。いやー、久しぶりに会って突然のこれですよ。いきなりのこれですよ。次の砂漠も気になるんですけどね。ここだっけな。頑張ろう。はい、よーい、スタート。こうだ、こうだ、こうだよ、こう。ちゃんとね、行く先を、なんで、行く先を予想してはやってるんですけどね、どうも。ちょっと下か上か、下か、右だった。待って、飛ばされる。なんで捕まえられないんだろう。なんで飛ばされるんだろうな。あと失敗の後のね、ハテナかなって思ってたのは、なんか渦巻きみたいなね、あちゃーみたいな感じのマークでした。なのでハテナじゃありませんでした。もう確実に失敗でした。よし、一回当たったぞ。やっぱり何回も当たればいいのかな。でも一回のゲームで何回も当たるの結構きついんですよ、これ。上行くでしょ。よし、2回行ったぞ。右、捕まえた。それとも逃げちゃった。やった。なるほど、上に追いやればよかったのかな。それとも3回やったから。やったー。うまくいった。3回じゃなくて3分でうまくいった。2回で捕まったみよ。別に逃げたくて逃げたんではないみよ。急に追っかけられてびっくりしたんだみよ。ちょっと焦ってたもんね、顔。ちょっと泣き顔じゃないですか。オイラはバリアの能力、バリアンが使えるみよ。なんか面白そうだから、オイラも連れてってくれみよ。ありがとう。神父のパシャル、珍しいね。いや、名前は変えません。はい、パシャルくん、よろしくね。やったね。早かったな。びっくりだ。絶対この動画全部使うくらいだと思ってたのに。嬉しい、嬉しい見当違い。いいのかな、これで。これがここに出るんでしたね。よーし、進めるぞ。ポムは全員捕まえたいからね。あれどうやって乗るんだろう、これ。ちょっと待って、なんでいけないんだろう。あれダメなのかな。あれ、こっから行くんだと思ったんだけど。あれちょっと待って、こっから渡って、やっぱり
こっち側に行くと思うんですけどね。あそこがコミュニティでしょ。いや絶対ここ渡っていくって。あれ出航許可とかいるのかな。これクルエラ、クルエラですよね。もう一回女王様に話しかけてみようかね。なんで入れないんだろう。なんで動かないんだろう。雲が登場したぞ、目の前に。よいしょ。最近ね、ちっちゃい雲がね、すっごい飛んでくるんですよ。このパソコン周りに。まあ、別にいいんですけど、雲嫌いじゃないんで。うん。そう、新しいメンバーが入ったんですよね。うん、そうだ、冒険者さんも仲間になったんでしたね。集まった？みんなに新しい仲間を紹介するよ。こんにちは、新婦のパシャルだみょ。バリアンを使うみょ、よろしくだみょ。バリアンは敵の攻撃から弾けるのかな。よろしくね、仲良くしてね。はいだみょ。でもバリアするとしても、やっぱ隠す気は連れて行きたいし、この3匹ですよね。バリアせずに頑張っていこう。はい、パシャル。月が恋しんだみょ。あ、そっか、月の住人たちでしたね、この子たちは。ちょっと軽く勉強行動させて、でクルエラ行きましょう。暇そうだね。行きましょう。なんでだろう、合ってると思ったんだけどな。ジャバスキーの方に飛んだら、一旦王女様に会ってみて、ジャバスキーの方に飛んだらあっちの方に出てくるとか。違うと思うな。絶対そこから行くと思うのに、船はどうやって動かすんだろう。はい、ゆっくりしてってね。か、そっか、ここ入ったことあるっけ。クレーラの部屋。あ、そうだそうだピエール以外の男の人の写真があるんでしたね。残念だったね、ピエール。オスメスの割には女性なんですよね本当にオスメスってわけじゃないんでしょうね。行こう、クレーラの都から出て、他のワープゾーン見てみますかね。チェッチェッ、オッケー。あっ、よしよし。装備はファイアンにしとこう。どうだろう、これジャバスキーね。歩くの面倒いな。どこだったかな。あそこね、お墓みたいなとこね。ほかほか山ね、寂しいところね。ほかほか山、なんか高いところに行けばいいとか言ってたよな。一旦行ってみるか。なんとなくね、いつでもここすぐ来られますし。よし、ほかほか山登っていくぞ。これどこ？あ、ビョンピロロンが行けるじゃん。やった、これだけでも意味があったよ。こうして、えいっと。よし、みんな、おいで。あ、来なくてよかった。よし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 。あ、やった、トレードカードじゃん。仲良し兄弟、ホーロンとコロロン。山の神様の兄弟だって。ねえ、この二人ね、いい子たちだもんね。よし、集合。いやー、よかったよかった、来て。あ、ここからしか来れないところか。あー、よかった、来て。あ、ちょい、オッケー。ドワーフさんたちにも久しぶりに会おうかな。ほい、ほい。道がよくわからないんですけど、こっちが、なんかこういうとこもあったね。あ、ここがドワーフの里だ。はい、ノラドワーフの里、久しぶりだね。暇だ。多分会話は変わっていませんよね。いや、久々にコロロン様に会っただ。相変わらず可愛かっただ。可愛いよね、ちっちゃくてね、コロコロしてるよね。ここは
ットワーフの多さ。はい、どうやらホーロン様を助けてくれたようじゃな。そうだよ、わしからも礼を言うぞ。なんだい、あーなんもないかなんか期待しちゃったな、トレードカードとか。まあ、さっき手に入れたからいいんですけどね。あ、ね、ネオンね、朝昼夜この繰り返しで一日じゃ、日付は時に重要になるらしいぞ。あ、そうなんだ。今まで気にしたことなかった。7日、オーガストかな。うん、なんじゃもうしてやれることはないぞ。この世界にはまだまだわしの知らぬ杖があるようじゃがの。カカカ様もですね。そう、カカカも悪い人じゃなさそうだったんですよね、前回聞いた感じだと。ミンカ、旗織りが好きな人ですね。ホーロン様はわしらには優しいんだずら。ホーロン別に悪そうって感じじゃないもんね。誰にでも優しいと思うよ、敵以外には。こっちの方、これアイテム屋さん、アイテム屋さんとかたまにいいものあるかな。いただきますいただきます。はい、耐震性とかね、ガンガン上げていこう。もらえる、買える分だけ買っておこう。うん、どれ、うん、3、4個ぐらい持てる。3つかな。おお、4ついけたな。はい、耐久性ね、いただきます。他にあんまりお金使うことないから。でもね、いつかね、トレーディングカードが高額で売ってたりとかしそうですよね、最後の面とか。うん、こんなもんでいいでしょう。もっといける、ひょっとして。え、まだいける。あ、本当に、本当に入ってる、使い捨ての中に。あ、7個入ってる、すごい。これ10個ぐらい買っとこうよ。いいよ。うん、で全部の建物を強化しましょう。いいよ。うんすいませんね、ちょっと長い作業になりますけど。いいよ、 よし、これくらいで、こっち、はい、はい、ありがとうございました。やったね、これでよかったよかった、来てよかった。ん、こっち入ったっけ。あ、入ってない。ホーロン様を助けたって、何言ってるだ本当だよ、なんで信じてくれないんだろうな、他の人は信じてくれたのに変なイントネーションになっちゃった。ホーロン様は前にも増してわしらを良くしてくれるだ。あ、よかったね。なんでだろうね、よくわかんないけど、前よりも優しくなったんですね。よし、行こう。ホーロン様会ってみるか。でも結構奥の方にいましたよね。よいしょ、はいはい、よしよしよし、お金。ここですよね。こっからさらに上とか行けるのかな。すっごく高いところに行きたいって言ってたけど、いやー忘れますね。昔のゲームって次はどこだよとか教えてくれるわけじゃありませんからね。忘れちゃったら思い出さないといけないんですよね、頑張って。あ、ぼーっとしてた。多分こっちは違うな、帰ろう。ビョンビロロのところがあるかもしれないけど、そっか、ビョンビロロンで行けるところに進めるところとかあるかな。ん？あれ？どう来たっけ？あれ？こんなところ通ってないぞ。おー、進んでしまうぞ。あ、帰るつもりなのに。うん、テレポ使おう。あ、でも途中でビョンビロロンがあるかもしれないから、帰り道地道に帰ろう。何かあるかもしれない。いや、もともとね、今回の回は全部ね、追いかけっこゲームで終わる予定でしたから、うん、十分早くなりましたよ。よし、こっちか、帰ろう帰ろう。うん、
ホーローにも会いたかったけどね。さすがに一番奥に行くのは大変だからね。わお、うまく避けてくれた。で、下の方に行きましょう。帰り道です。んで、こっちで、おいしょ、はい、オッケー。で、下降りて、お、うん、お、えい、この穴はなんだ。はい、どうやって行けばいいんだろう。あ、よしよしよし。で、こう降りて、右の方、右の方、よしよしよし。の穴、え、あ、右側から来るのか。どうやって行くんだろう、右側。ビョンビロロンかな。あ、これトンカくん、トンカじゃない。ゴーダくんの役目が、はい、ドーン、オッケー、やったね、4つもあるよ。はい、ふんふん、300ね。あ、協力増える、ありがたい。おい、協力戻る、ありがたい。で、あ、めいめいフードね。めいめいまだかな、早く買いたいですけどね。全然買い方が、おっと、あ、お次岩だ。とりあえずすべてを歩き尽くすのだ。そっか。じゃあすべてを歩き尽くせばいいんだね。わかりました、頑張ろう。ほい、じゃああんまり目的は強く持たずに適当に歩き回ればいいってことかな。お、なんだい、さっきの音。あ、眠らされたか。起きろ、格付け、起きろ、集合、オッケー。ここ入れそうなんだけど入れないね。今までのあのワープゾーンのところ全部入ってみればいいのかな。ジャバスキーのとことかも、あとここビョンビロロンあったよね。はい、あ、眠らされた、えい、うん、よいしょ、ね、これね、渡れるよね。この、あ、もう、えい、集合、わざわざ解散しなくてよかった。これなんですよ、問題、気になるの。火もダメだったし、氷もダメでしょ。で、ほい。で、ほい。よし、行こう。アイテムかな？うん、ですよね。だいたいビョンビロロンはアイテムですね。やーん、やったね。その割にはちょっと少なかった気がするけど。オッケー。わざわざね、技を使った割には安かったな。これか。ゴーダくんも違うでしょ、これ。ねえ、違うね。仕方ないね。うん、帰ろう。で、ケムシ村ですね。使おうか、あれを。あ、ちょっと待って、農作行動して。農作行動を10回。うん、ナス、いいよ、頑張って、ミーモくん。はい、んで、君は何も役割ないですよね。これさらに強くなれないかな。あ、そっか、壊されてるんだっけ。忘れてた、前回壊されて終わったんでしたっけね。そっか。頑張って修理。餌、あんまりいらないやつを、うん、はーい、頑張って、よし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 。カルマも溜まってないでしょ、多分大丈夫。お、種まいてるね。どれを強化しようかな。復活しましたね、ありがとうね。とか建築、木の家を一番上の状態にしてもらわないといけませんね。あー、やっぱり砂漠に高い塔があるんだよって言ってましたね、今。やっぱりそっか。建築行動ですね。じゃがいも使っちゃえ、はい、頑張って。あ、とんかくんね。つい話しかけちゃうんですよね。どれを強化しようかな。
移動は関係ないでしょ。食料庫を強くした方がいいのかな。でも毎回これ立て直すの大変なんだよな。食料庫は自分の持ってるものが全部なくなるってわけはないですよね。お、できた？あ、そっか、新しいの作れるんだ。ちょっと待って、レンガ木かな。いいよ。木がやっぱ一番重要な気がする。レンガを強くするかね。はい、アイテム使い捨てのこれ、これ使う、あ、装備か、これ、いいよ。で、1、2、OK、30ぐらいにしよう、全部。レンガの家は耐久力が低いのかな。他のはどんなもんだろう。あー、どれも弱いな。25。木は結構耐久力あるな。じゃあ石に使おう。あ、教会だ。あれ、毒直してもらえるのかな、これ。あー、そっか、神父さんが来たから。そうだよね、やったね。話しかけてみよう。完成しました。ありがとうね。そっか、さらに強くしてもらわないと。レベル、建築コードね。よし、頑張って、みんな頑張って。はい、はい、どんどん強くしてね。これはさすがにまだ強くできないかな。あ、入れる、すごい。あ、人がいる。嘘、あなた方を見守っておられますよ。すごいな。なんでこんなポムコミュニティに、ケムシ村にいるんだ。あ、何も調べられないね。雇ったのかな、わざわざこの人が。まさかですよね、ポムに雇われるって。使い捨ての、耐震性をね、どれが低いかな。耐震性はどれも厳しいんですよね。44か。はい、はーい。でこっち側にはあるっけ。よしよしよし、いいぞ。またまた頑張って、同じところをね、鍛えてね。石の家は、あー、低いな、やっぱどこも低いね。お、ありがとうね。よし、さらにやってね。暇してる。ちょっと待って、一旦全部使ってからね。ほい、揺れ止める。いや、それぞれちょっと違ったりするのかな。ほい、はーい。あとは他にはどこに立ってるかな。ここはどうなんだ。調べられなかった。これはさすがに壊されないかな、この人いるし。そう信じよう。そっか、食料庫とかにも使わないとな。食料庫ぽい。はーい。でも結構強いですね。じゃあこれだ。はーい、ぽい。よし、全部使い切りました。でもあんまり高くなってないな。建築行動ですよね。じゃがいもどんどん作っちゃって、食べちゃって。作っちゃってもいいけどね、じゃがいもどんどん。はい、作ってね。2箇所工事場所があるからね。あ、どんどん増えてる。あ、そっか、10階にしてるからか。そりゃそうだよね、すごいな。先に水撒いた方が効率いい気がするんだけど。でもこれで11、12、3、4、5、6、7、8、9、あ、これ全部か、10個か。お、ありがとう。ここレベル上げすぎるの忘れてたな。これで全部。あ、ここもか、あと頑張って、あと1個。あ、石の家か、次。じゃあじゃがいもあげちゃおうかな、神父さんに。ほい、ぽいぽい。あっちの家をね、石の家じゃなくて木の家をね、鍛えてください。あ、ちょっとみんなダメージ食らってるな。
あれ吸い取ったんだっけ、なんでだろう。あ、寝てるな。ぽいぽい。あ、なくなっちゃったか。結構なくなるの早いですね、じゃがいも。頑張って。そっか、じゃあこの後の農作行動をこれ、いいよ、させた方がいいですね。もうすぐ終わる。あと時間ももう終わったでしょ。あ、これまで撮ってくれるんだ、ありがとう。うん、あ、できました。いいね、いいね、出来上がりですね、ありがとうね。これを持ってって終わりかな。あ、もうありがとうね。うん、石の家ができましたね。よし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 、持ってって、もう食料庫には入れないよね。うん、でポイポイって渡して終わりましょう、今回の動画は。あ、頑張るね、ありがとうね。じゃあ今回これで終わろうかな。ご視聴ありがとうございました。次回もぜひ見てくださいね。